号砲鳴って第7レース S 級予選2組目スタート。スタート3回持っている1番車山口の山下和樹が前を取り、まもなく先頭に追いつきます。少し間が空きます。2番の稲吉優太、3番堀良介、4番手から4番大谷健二、6番手から5番佐伯良介、おのおの上がってまいります。中国3社がまもなく前でトリオを組みます。九州が分かれて2番の稲吉優太はまず短期4番手、前前流れに乗ってというニュアンスを秘めていた。5番手6番手が3番堀良介、7番原信二を近畿中部2社、九州別線で熊本6番坂田義幸、幕出しを秘めておりますが短期7番手です。2周目に入るところで3対1対2対1対列が落ち着きました。細切れの中、3車の長さ厚みをしっかりと生かしたい5番の佐伯であります。バック5本持っています。番手は人気を集めた1番の山下、メンバー中ただ一人 S 級1番格上です。昨年は優勝が1回あります。3番手を4番の大谷健二が固め、中国の3車、短期4番手は2番の稲吉優太です。5番手から3番の堀良介、バック10本を持っています。番手は7番岐阜の原信二、近畿中部の2社、短期7番手今季 S 級復帰の6番の坂田、直近4回 A 級戦のデータであります。決まり日はまくり1本の内容であります。混戦となればこの人のまくる足は絶対にこれは見逃せない存在です。3周目に入っております。1周回目で隊列が整い、静かな流れとなった S 級予選2つ目の7レースです。5番の佐伯が正攻法、1番山下、4番大谷と前から中国3人、2番福岡の稲吉は短期4番手、3番堀、7番原、近畿中部2社が5、6番手、6番熊本の坂田は短期7番手、1番後ろです。勝負どころ、この九州の2人がどの位置にいるか。2センター、3番堀から上昇、7番原、ここに6番熊本坂田が乗ってきました。2番車の稲吉はどうするか。稲吉がやはり坂田の後ろ乗ってきた。したがってここは3番堀のライン、4車になるかどうか。打鐘の周回、包まれた佐伯が突っ張りかかったが、4番車大谷が中国3まで連結離れた。6番坂田が渋谷に、今度は山下の後ろ切り替えた。一旦離れた4番の大谷が打鐘3コーラー、外から6番坂田を決めに行く。3コーラーから2センター、6番車坂田は1車下げました。流れの中でまた中国3社がドッキング。九州勢が4、5番手先手ライン乗り換えたのは九州対3番堀はこれは後手を踏んでしまった。6番手最終回に入っています。この流れとなれば坂田がどっかで動くかもしれません。2番の稲吉はこれはもう坂田に任せる構えか。九州勢は足を溜めている。3番の堀は動けないか。バック一本棒だ。1番の山下がちょっと後ろを見ながら警戒し始める。5番の佐伯の気迫圧倒する。2センター6番の坂田が追い込む勝負。5番手が稲吉は間を割ってくる直線コース。5番佐伯、1番山下、山下抜き出してゴールは2着、4番5番際どい。勝ったのは1番山下和樹の模様。4番5番の2着争い、あと6番にはもう4着争いか。後ほどの決定放送お待ちください。勝負どころ、堀としてはこれは九州勢味方に引き入れることできませんでした。佐伯がうまく主導権を奪って山下会心の抜き出し、あとは2着争いは大谷選手が3番手が伸びてきまして、1番4番5番の上位3名で、6番坂田、2番の稲吉、九州勢の4着争いとなっております。上位は山下和樹、大谷健二、佐伯良介、中国3社。審判の決定どうぞお待ちください。以上7レースでした。